はい、今回からはですね、サーバーとドメインを紐付けるというふうな作業を行っていきます。まあね、簡単なステップですのでご安心ください。一緒にやっていきましょう。これね、サーバーとドメインがどっちかだけ設定されていては、まあ、2つとも設定されていないと、うまくですね、今後作っていくオウンドメディア、ブログっていうのは開設されません。うまく取得できませんので、サーバーだけ設定したら OK かっていうとそうではなくて、しっかりとドメインの方も。で、両方の画面で設定をして、お互いに紐づいている、くっついている状態っていうのを今日ですね、目指していきたいと思います。で、ドメインとサーバーですね、これ紐づけていくわけですが、その紐づけていくっていう作業の中で、ドメインの、まあ、中でですね、ドメインの、こちらムームードメインですが、ネームサーバーの設定変更ということを行っていかなければいけません。ですね。で、お互いこれはちなみに、サーバーとドメイン、ムームードメインとエクサーバー、ログインした状態でやっていきますので、まだログインしていない方は、メールからですね、メールに ID とパスワード登録していただいたときですよね。そちらから届いている連絡がありますので、そちらの ID とパスワードをコピーしていただいて、ログインしていただくという作業を行ってください。でですね、こちら、ムームードメインの画面ですが、こちらですね、ムームードメインですよね。こちらで、ドメインの管理という左、まずですね、どうやってネームサーバーを設定していくかっていうと、ドメインの管理というとこ、よろしいでしょうか。で、ドメインの操作ですね、こちらをクリックしてください。そうすると下にメニューが表示されますので、ネームサーバーの設定変更というところをですね、クリックしてください。そうすると、まあ、右側にこういった形でネームサーバーの設定変更が出てきます。で、ただ、今回私の場合はドメインというものは取っていませんので、こちらですね、取っていませんので、対象ドメインはありません。なっています。でも皆さんの場合ですね、あなたの場合はこちらに表示されていると思いますので、そちらですね、いろいろ表示されていると思います。ロリポップのネームサーバーを設定するとか、まあ、ネームサーバーの、ね、設定がボーッと出てくる中で、上記以外のネームサーバーを使用するっていう項目があるかと思います。そちらを選んでいただけますでしょうか。そうするとね、ネームサーバー123456とか出てきますので、そちらの枠、空いてるところにまあ入れていっていただくというふうな流れをとります。まあ、今回はね、表示されてませんが、非常にこれシンプルな作業ですので、ネームサーバー、こちらからですね、行っていただいて、ネームサーバー、上記以外のネームサーバーを使用するというところから設定していただくということですね。そのネームサーバーの入れるコードというのはどこにあるのかという話ですが、これはですね、X サーバー、こちら行っていただいてよろしいでしょうか。こちらが、まあ、管理画面ですよね。はい。こちらでログインというのがありますね。こちら、ログインをしていただけますでしょうか。そうすると、インフォパネル、まあ、サーバーパネルと言いますが、サーバーパネルというところに移動できますね。はい。で、この画面はですね、サーバー、X サーバーとお世話になっていくときに必ず必要になってくる画面ですので、こちらを今後使っていくんだということをですね、理解してください。こちらよく使う画面ですので、設定をですね、よく、まあ、軽くまずは眺めていくことからかと思いますが、こちら見てください。でですね、ネームサーバーどこにあるのかというと、このサーバー情報、アカウントのサーバー情報というところですね。こちらをクリックしてください。そうするとこう出てきますので、こちらにですね、ネーム1から2345というのがありますので、こちらをこうコピーしていただいて、まあ、1からですね、コピーしていただいてですね、これを入力していくわけですね、シンプルに。でこれをコピーしていただいて、例えば、なんかテキストエディター何でもいいので、こういうふうにコピーしていただいて、ここをね、一個ずつこう、ネーム1からコピーをして、先ほどのね、こちらのところにこう、貼っていっていただくってなります。で基本シンプルな作業ですね。ネーム2を今度コピーをして、コピーをして、でネーム2というところに貼って、これで、ね、まあ、いっぱいある場合は、ネーム5までしかこれどっちみちないですので、ムームードメインの方でたくさんあったとしても5まで入力して設定ということになって、これでね、ネームサーバーの設定は終わりです。非常にね、簡単なんですが、この、まあ、ポイントはここのネームサーバーの設定変更というところが見つかるかということと、こちらのね、サーバーパネルの方でこう見つかるかという
ことですので、こちらね、見つけてコピーをして、まあ、テキストエディターなんかにこう貼り付けていただいて、設定していくのみですので、こちらですね。やっていただく。こちらで、ネームサーバーの設定が完了ですね。これで、ドメインとサーバーというものが無事にですね、紐づいたので、こっからやっとですね、もうワードプレスっていうのにこう命が宿ると言いますか、そこからですね、居場所ができるですので、まあ、ここからね、ワードプレスの細かい設定の方に今後は入っていきたいと思います。ありがとうございました。